Slightly Positive YouTube。 はい、どうも皆さんこんにちは。ロックニことロックニキことベイです。ベイタケです。バイオハザード RE4、 はい、 VR モード、少し間が空きましたけれども VR モード久しぶりにやっていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。はい、ロックニキベイタケベイチャンネル、グレイ、そしてティブランサポーターチャンネル、グレイのね、メンバーにも、なんとグレイメンバーにも登録していただいているこのチャンネル、そしてさらにねティーブランにもね登録していただきましたこのチャンネル、はい、ロクニキタケベイチャンネル、ビートロックを絶やさぬように、はい、そのねことを掲げてね、グレイティーブランサポーターチャンネルとしてもやっていくので、チャンネル登録お願いします。はい、グレイの皆さんよろしくお願いします。ロック、ティーブランのね皆さんもよろしくお願いします。はい、サポートしていけるように頑張っていくので、はい、ではね、はい、バイオサード RE4VR モードね久しぶりに、来ましたけれどもね、やっぱりね毎回言って申し訳ないんですけど、やっぱりねこの世界に入ってくると別世界なんですよ。本当にね、上を見れば木々が生い茂って、もうこの木のね木のところにいるんですよ。はい、はい、さあ、じゃあね前回ね最初のねところでね警察官が、やられてしまって、はい、鐘が鳴ったところでねなぜかね村人たちの攻撃が止まって、はい、そこからでございます。はい、おいおいねこの VR モードも頑張っていくので、はい、 VR モードでやるときはちょっと気合がいるんですよね。はい、チャンネル登録お願いします。それじゃバイオハザード RE4VR モード、はい、おお久しぶりに来た。やっぱりリアルだな、全くもう全くもってテレビ画面で遊んでるのとはわけが違うんです。はい、ろうそくもリアル、このね本もリアル、ネックレスもリアル、全部リアルよ。このね小屋の中にいるんですよ。はい、あのね村人猛攻からね、逃れてねすぐ近くのところでセーブしたところからなります。はい、じゃあ行きますよ。ちょっといろいろとね操作がちょっと忘れてるかもしれない。リロードどうだっけ、リロード。お、振るだけでいいんだっけ。ナイフはどこだったっけ。ここじゃないんだよね、ビレッジはここなんだよね。あ、こうか、こうだ。ん、あ、こんでいいんだ。こうね、こうね、覚えておかないと。そう、ビレッジと混同しちゃうんですよ。はい、そして、はい、この手はねイーサンの手じゃなくてレオンの手です。はい、かっこいいね、このなんかこのグローブ、ちょっとこうダイゴチックなウィッシュ的なね。はい、じゃあ行きますか。とりあえず待って、ショットガン、うん、ショットガン、こうね、こうね。あと何があったっけ。あ、手榴弾、そして
まあ、あとはこんなもんか。とりあえずいいや。出たところで行こう。はい。さあ、ちょっと待てよ。なんか道が、もう、本当にもうここに、この場所に旅行に来た感じだから。こっちなんかあんのかな？どっちかな？こっちから来たのか？こっち行くのかな？何かとさ、ちょっと待って。何かと忘れてるのよね。マップとだっけ、マップ。これか。これで開ける。武器の装備登録。アタッシュケース内のアイテム画面で武器を選択すると、任意の武器スロットに装備登録できる。プレイ中、武器装備スロットの付近で R1、L1 を押すと、登録した武器を取り出せると。はい。まあ、こういうところもね、VR モード変わってくるからね。装備確認があるか。自動整理やん。自動整理やる。いいね。あ、自動整理便利。はい、無線。あ、クラフトもある。あ、クラフトなんかすごく、目の前にこう、インターフェースがあって見やすいわ。そっか、まだ武器は、このショットガンとこのハンドガンのみか。ビレッジとか、混同しちゃうんだよね。よし、OK、とりあえず。はい。じゃあ、ちょっと行きます。行きますよ。もういるかな、あそこに。ちょっとしゃがんでこう。あ、こういう感じなんだね。2D の時分からなかったこの距離感がよく分かるわ。これさ、もうさ、行っていいのかな、なんか見つかんない方がいいのかな、よく分かんない。ちょっとしゃがんでこう、一応。気づかれたらしょうがないもんね。あ、ニワトリちゃん。あ、そして風車がある。そしてこの水がリアル。ほら、すごいリアル、水。ほら、ぶっちぶっち。あ、なんだよ、あいつらね、いっぱい喋ってっからさ、驚くんだよね。卵。ごめんね、ニワトリちゃん、卵もらった。まあ、向こうにおばさんいる。ちょっとおばあさんのとこ行こう。後ろからじゃあ、おばあさんやっつけよう。静かに近づけ。ステルスキルできるよ、確か。ステルスキルどうだ？あ、ステルスキル、OK。あれ？違う。ナイフ持つとか。ナイフ持って、よくわかんない。こうか、こうか、こうでいいのか。ちょっと待って。怖。R2。ナイフ持って、こうだ。よし。そういうことか。じゃあ、この技、ちょっと覚えないとな。OK。ごめんな。ばあさん、ごめんな。いや、何もかもがリアル。あ、開かないよ。閉まってる。閉まってたわ。いや、皆さんね、このね、小屋のこの建物の大きさとか高さとかね、VR で来ないとわからないんですよ、このリアルさが。本当にここで、この VR で入ってくると驚く。では、なんか、えぐい。なんか、ちょっと死んでる。えぐい。お、牛だ。
なんか邪魔したら襲われそうだな。こっちから行った方がいいか。じゃあ今度あのおじさんをステルスキルしてできるかな。気づかれないように。気づかれんなよ。もう一回ナイフ。これ、どうだ。オッケー、いけた。ちょっと覚えるのに時間かかりそう。えぐいな、この骨。なんだろう。ちょっと音立てたくないな。ちょっと周りから探してこよう。周りから探してこう。あ、消えてなくなる。はい、この消えてなくなるって言いたいんだよね。消えてなくなる。お、なんだか、お、なんかある。あれ取れんのかな。銃撃ったら気づかれそうなんだよな。大丈夫かな。これ取れんのかな。お、取れた。そうなると思ったよ。取れたよ。あ、なんだ。あ、壊れてペンダントが出てきた。さあ、そういうこと。あ、井戸がこう埋まってんだね。よかった。井戸からなんか出てきそうでさ。ちょっとこっち行こう。いや、ほんとね、慎重になりすぎちゃうわ。慎重になりすぎて一つ一つ時間がかかる。えぐい場だ。ちょっと牛ちゃん怖いからさ、こっちから回ってこう。お、豚ちゃんいる、豚ちゃん。お、起こしちゃってごめん。こっちは何かあるかな。お、あったあったあった。豚ちゃん、ちょっとごめん、どいてくれるかな。ごめんね、ごめんね、ちょっとごめんね、邪魔するよ。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。大丈夫、大丈夫だった。よし、でっかいな、風車が。いや、ちょっとね、皆さん圧巻なんですよ、この景色がね。やっぱりリアルで、ほんと来てみてほしいよ。お、なんかある、なんかある。ん？青いメダリオンの破壊。忌まわしき教団の青いメダリオンを破壊してくれ。青いメダリオンを全て破壊だって。おー、5個あんのね。じゃあさっきちらほら見えてたんだけどさ、ちょっとなんかやるときそうだからさ、一旦ちょっと待って。なんかないかな。先にこっち。ガンパウダー追加。こっちは何かあんのかな。お、開いた。なんか落としてる。何の音。あ、爆弾仕掛けられてるな。ちょっと待って、こっち後からもう一回ちょっと向こう回ってみてから来るわ。青いメダリオンか。一応じゃあやるかな。ちょっとあそこの牛が怖いんだよな。これリロードどうやってやったっけ。リロード、違う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 、もうリロード忘れちゃってんじゃん。じゃないな。リロードどうだっけ。なんかマニュアルなかったっけな。
あれ、ビレッジと違ってマニュアルないんだっけ？いいや、戻り。あ、ちょっと待って、今マップの開き方はこれで分かったね。ちょっと待って。もう一回、これで出して、あ、これでマップだ。あ、これでマップか。オッケー、オッケー。固定表示じゃなくて、ちょっと向きで合わせてほしい。回転表示。うん、そういうこと。アイコン説明いいんだけどさ。あ、ま、あ、これだ。ちゃんと出てくれた。マガジン取り出す。もう忘れてるから。こっから L1。こっちか。こっちか。あ、こっちだ。そういうことね。ありがたいマニュアル。こうか。もう忘れてるから差し出しすぎて。よし。メダリオン。あれ、外した。待って、出して。もう一回ちゃんと。なぜか VR で片目をつぶってる。オッケー、行ここれか。う。よし。向こうにもあったんだよね、ちょっと。牛ちゃんとこにさ。ちょ、牛ちゃん行く前にちょっとこっち行こう。あれ、なんか声聞こえるぞ。あれ、あそこにもあったメダリオン。ちょ、怖いな。来そうなんだよな。とりあえず、こいつ。片目で狙う。オッケー、2つ目。この小屋の中にいるのかな？ちょっともっと弾欲しいけど。もっと弾がないと不安。向こう宝箱あるな。オッケー、ハーブ。ハーブ使うときってどうだったっけ？ハーブ使うのはアタッシュケースから使うんだったっけ？ビレッジはね、多分。オッケー。これを押して開くと、オッケー。はい。どこだ？来い来いんだよ。行くの向こうからだから、座って、じゃあ。こっちの裏手行ってみようかな。もんね。あ、こっから入れるのかな。いや、ダメか。いけないんかな。ここは上がれないのかな。上がれないか。ちょっと牛ちゃん、メタリウムがあったんでね。あ、そこだ。牛ちゃんを怒らさないようにさ。怖っ。向こうか。向こうから出ればいいのか。もうって言ってるよ。あ、あった。ここだ。ここで狙うと。オッケー。3つ目いった。これでマガジン取り出していこうね。よし。一応覚えたぞ。よし。いつまにか豚ちゃんと牛ちゃん仲良くいてるね。ニワトリも一緒にいるね。こんなもんでじゃあ行っていいのかな。とりあえず。ここ開かないもんね。開かないもんね。よし。じゃあちょっと行きます。こっちの奥行ってみるかな。もう一回爆弾あるからさ、こいつをやつ撃たなきゃダメでしょ。近いとやばいから。よし。
外した。おお、こんなん食らったらひとたまにもないよ。誰かいますか。あ、はしごがある。お、奥に、おっと、なんだこれは、イエローハーブ。 OK、 はい、ちょっとクラフトできないかな。クラフトはあ、できるね。強力のハーブ作っとくかな。あ、でも全部使っちゃうのか、これだと。ね、待って、こいつとでいいよね、とりあえず。うん、ぐらいか。待って、うん、これで一回か自動整理しよう。オッケー、よし。あれ、ほら声聞こえた。上にいるのかな。上にいそう。登ると、おお、はいはい、あ、そういうことね。あ、RE4 の場合こうやって登るんだね。早い、レオン。ショットガン弾 OK。 なんか仕掛けあるな、この仕掛け。ここはめないところで多分 やってもしょうがないもんね。アイテムね、自分で直せってわけか。そうだね、自分で直せってわけだよ。あ、そういうこと、やっぱそうだ。お、またすごい、この風車のすごいシステム。ビレッジにもあったこのシステム、すごいね。こんなの、この石の間に挟まったら完全にやばい。うん、よし。声がすんでな、さっきから。ちょっと待って、こっちはどうだ。こっちからいいのかな。気をつけろ、オデオン、いそうだから。こっちは大丈夫。こっちは、向こうから普通に行けばいいのか。よし、ちょっとビビるな。見つかったか。見つかったよね。見つかったのかな。下にいるわ。わかんない、ちょっとこっちから先行こう。見つかったかどうかわかんない。ここにも、あれ、なんかえ、来ちゃって、でかっ、この風車でかっ。あ、メダリンあった。とりあえず OK、 あと1個。気づかれてない。大丈夫ね。よし、ナイフ。慎重に行くぜ。ここは誰もいないかな。 OK、 よし。あ、なんか聞こえるな。下にいるな、これ。嫌な声が聞こえるな。上がってこないだろうな。あいつらの何語か分かんないのが怖いんだよ。おお、おお、やばい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 、なんか来た、なんか来た。なんだよ、牛男。やばいやばい、ちょっと引かない。はい、よし、オッケー。よし、このままやっつけたい。
あ、サブだって。よし、倒した。オッケー。オッケー、オッケー。後ろとか倒した。一気に来たやつら。ここで一網打尽だ。危ない危ない。あいつらは普通のハンドガンでいいや。よしよしよし、こいつここで死んだ。お、やばいやばい、化ける、化けたらあいつ。お前らここで、ここに来たのが運の尽きだよ。お前らやばい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 、ちょっと待った。一回逃げろ。装置、そういうことね。危なかった。こいつ首曲がってるぞ、お前。曲がりすぎだよ。危ない。オッケー。よし。よし。こいつら一気に来るわ。ほら。そうね。危ない危ない。ダメダメダメ、お前そういう使い方しちゃダメ。クワをそういう使い方しちゃダメだよ、まあ。ダメだよ、まあ。オッケー、まだいるかな。まだ落としてる。いやでもね、牛男倒してよかった。あいつが怖いんだよ。オッケー、ちょっと良かったんじゃない、ここで逆に襲われて。下じゃなくて。こうね、オッケー。ちょっとパニクるとさ、操作がさ。よし、こいつら全員結構倒した。後ろとこ、オッケー。お前ざまめろ、お前えぐいな、この後ろとこ。ごっつい VR で初めて見ました、この後ろとこ。いやほんとこいつにはね、あのノーマルモードで悩まされてるんですよ。見た目が怖くてね、そんなに強くないんだね、ショットガンで。よし、意外にあいついけるってことが分かったから、ちょ VR モードでもうちょっとあいつに対してね、こう強気でいきます。よし、木製の歯車入りました。はい、 OK。 キッチンナイフ OK。 OK。ちょっと鍵開けてこうよ、どうも。ん、開かないの。開いた開いた開いた。オッケーオッケー。こっちも開けとく。ここはダメか。あ、ここダメなんだ。なんで、なんでよ。今と同じ蹴りで、今と同じミルコミドルキックでいけると思ったんだけど、いけないんだ。しょうがない。あ、ミルコっていうのはあのミルコクロコップです。はい。牛男倒せたってことはいい感じなんじゃない、これ。ちょっとなんかノーマルモードで俺牛男でね、めっちゃなんかやばかった記憶あるんだよね。ここあれ、なんか鍵使えるのかな。なんかここはないわ。そっか、歯車使うのか。どこだっけ。もう一回上がるのか。あ、違う違う、こっちじゃないわ。ね、ん、どこだっけ。あ、こっちか。はい、違うな。また迷ってます、迷ってます。ね、風車のとこ、風車のとこ。ん、ここは向こう行って、え、何の音。あ、風車、そう、風車のとこだよ。いや、VR モード迷いますよ。めっちゃリアル。あ、ここ入っていけばだ。そうだ、ここ入っていったとこだ。いやいや、迷うね。ここだ、この上だ。よし、できた。じゃあここにこの歯車を使うと。はい、 VR モードならではのこの手に取る効果。ん、
来た、ほら。はい。これでいけんじゃない？これでいけんじゃないの。はい。よいしょ。どうだ？撃っていた。よし、扉開きました。オッケー。これでいけると。ここは降りられないのかな？飛び越えられないの？飛び越えられないんだ。まあいいや、開いたからね。よし、いい。はい、それで行きましょう。はい。じゃあ開いたから、ここで前ね、牛男に襲われたんだけど、もしかしたらこの牛男、ノーマルモードだとここで襲われた記憶あるんだけど、さっき倒したのがもうそうかな。もう来ないかな。ね、OK や。よかったよかった。前、そうそうそう、前釣り橋で、ノーマルモードはね、釣り橋で牛男に襲われて覚えてますから、もうそこは倒したということで。はい。お、揺れるな、揺れるな。あ、でも低いんだ、これ。低いから平気だ。よし。OK。さあ、もう開けてきた？ま、なんか声あんな。いけんのかな、この声は。あ、開かないのか。門がでかいな、また。いやーすごいな、この本当に景色が。あのね、皆さん VR モードで来ないとこの地形がちゃんと分かってないってことが分かりますよ。はい。このモードで来て初めて分かる、こういうあの街並みだってことが。よし。オッケー。なんだ、なんかちょっとえぐい感じすんな。うわ、なんかえぐい、わかんないけど、ちょっとこれどかすと。お、ホールド。よし。いけ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 、オッケー。オッケー。でいこう。さあ行きます。この調子で行こうぜ。お、なんか斜めってんな、道路でやつ、あの道が。おっと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 、おおよう顔に。趣味ありなしゃれっこうべ、こんな釣り方して。こんな坂になってんだ。坂になってる。え、なになに、なになに、なんだよ。ちょっとこの音だけで怖い。まだ、え、なんか来るってこと。あ、そう、せっかく手榴弾あるからさ、来るなら手榴弾投げてやるよ。手榴弾。ああ、あそこにいるんだ。そういうことね。くれてやるよ。ああ、ちょっと間違った。自分でやっちゃったじゃん。何やってんだよ。どんな気持ちいいって感じ。自分でやってか、卵食べよう。自分でやってんだもん。バカみたい。ああ、来た。お前、急にお前。よし、なめんなよ、まあ、あ、音が怖えんだって。あ、あいつ回ってきたんじゃん、こっちから。そういうこと。あ、そういうことか。まだ来そうだな。お、なんだ、お、危なやべえ、あいつら頭いいわ。こ
また告知くんだろ。じゃあお前ら、お前よ、ふざけんなよ。こっちから回るか。まだ生きてるべ。ん？あ、倒せた。OK、OK、OK。ちょっと、先に入れとこう。やばいな、あいつら頭いいぞ。え、まだ。ちょっと、何の音だ。怖えな、おい。何の音だよ。あ、いるじゃん、そこに。ばあさん、やめなさい、あんた。ばあさん、やめなさいよ、そんな持って。ばあさん。強えな、このばあさん。あなたも顔がばあさんじゃないからさ、ごめんね。襲ってくるなら襲い返すから。ね、目には目を、歯には歯を。ね、冷たくされれば冷たくするし、優しくされれば優しくします。場合でね。はい。でもね、なんていうのかな、VR の方がね、距離感がちょっと分かりやすいからね、やりやすい面もあるね。うん。ちょっと RE4 だとそういう風に感じるわ。門が見えてきた。暗いな、また暗い。あ、暗いな。ちょっと前にも言いましたけど、昔に10代の頃ね、観音崎の洞窟っていうのがあって、防空壕の中をね肝試して歩いたことあるんですよね。そこにそっくり、幽霊見ちゃって、本当に白い女の子の、そこにそっくり、怖っ。暗っ。怖いな、これ。うわ、えぐ。この臨場感えぐいわ、マジで。本当の洞窟の中だもん。お、あれコウモリかなんかね。ちょっと襲われる前にやっちゃおうかな。VR モードならでは事前に分かった。ちょっと遠いかな。来そうだな、先に。やっつけられるかな。よし。当たんなかった。ほら、来た。危ない。あ、襲われるわけじゃないんだ。あ、こんなとこにこんなあった。ナイフ。基本傷つけたくないけど、傷つけに来るなら傷つけるしかないからさ、しょうがないよね。さ、またなんかいるな。あ、いた。やばい、もう来るわ。あれ、なんかもう来るわ。あ、ここで死にたんじゃない。投げ方ちょっと大丈夫かな。投げ、あ、全然ダメだった。全然ダメだったよ。よし、 OKOK。 もうないか。もうない。あとは来るしかない。おい、化けんなよ、お前。化けたよ。後ろから来ないだろうな。オッケー。背後は怖い、背後が。来ないね。背後めっちゃ怖いわ、VR。大丈夫？背後は怖いんだよ。まだいるな。まだいるな。うん。はい。
なんかすごくたくさんいそうな気がしてきたぞ。もう弾ないんじゃない？あんまり。あ、また。これ使えるのかな、やつらには。あ、こっちから来た。こっちから来たよ、お前。だからそういうクワの使い方をするなってよ、お前。どっからどっから？なんか投げてきてんぞ。やべえな。なんか投げてきてる。ほら。やばいやばい。あそこの上にいるわ。きっと。あそこの上にいるばあさんが。きっとほら。やばいやばいやばい。強だな、あいつ。あ、下にもいた。ばあさん、いい加減にしてくれ。ほんとだよ、ばあさんよ。顔出せよ、お前。よし、当たってる。いいね、 VR モードならではここから狙えるの。あれ、どこ行った？ギリギリ顔出さないから。あ、弾ない。やばい、弾がないじゃん。弾がないですよ、皆さん。あ、なんだよ。痛い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 。これわかんないってよ。なんだこれ、素材だって。ちょっと待って、弾あんのかな。またない。ショットガンしかないか。あ、ショットこれしか。危ない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 。やばいやばいやばいって。悪いな。危ない危ない。手榴弾の使い方がダメだわ。手榴弾のこっちは、こっちはお弾、ちょっと弾くれ、弾。あ、バースにいた。危ない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 。オーナー危ないって。ちょっと危ない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 。何すんだよ、お前。ああ、マジか、マジか。やばいやばい。痛い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 し、やばいし。危ない危ない危ない。危ないよ。何するんだよ。ちょっと待って、今取った。なんだ、5発しかないってよ。ばあさん、おお、消えてなくなる。ばあさんに襲われてる。ちょっとこう中入ろう、一回。よし、ここにも来るのか。やべえな、危ないって。だから危ないってよ、危ないってよ。あ、危ない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 、ほんと危ない。これは取れない。一回逃げよう、一回逃げよう。ばあさん、ばあさん気に狂ってよ、こいつよ。危ないって。ちょっと待って、やっつけないとね、あのばあさん。待って、とりあえず弾は、あとショットガンもあるよね。腹立つな、のばさん。こっからよし、届くだろう、もう。来た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 。コントロールめっちゃいいし、コントロールめっちゃいいよ、あのばさん。顔出せばさん。あれ、弾入ってなかった。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくれよ。そういうこと？ OK、 今度 OK。 VR ならでは。
当たってない。あ、そっかそっか。もう、ちょっとね、頭来た。あいつ上上がってこれ。上上がってくよ。ちょっと待って。そこにまた、まだまださ。危ない。上がってってやるよ、あいつ。あいつも、お前もだよ、お前。卑怯な。卑怯なんだよ、お前ら。オッケー。お、すごいすごい。すごい。湖すごいけど、見とれてる暇がない。見とれている暇がないです。あのばあさんのせいで、景色に没頭してる時間がないです。先にやっつけたやつ。あ、はしごあった。そっから上がってってやるよ。な、何個投げんだよ。危ない危ない。よし、行ってやるよ行ってやるよ。ふざけんなお前。上がってきたよ。やっつけてやれ、ばあさん。よし、ばあさん、とうとうお前卑怯だぞ。どうだお前。オッケー、ナイフ。よし、これでひとまず一掃したかな。どう、一掃したね。オッケーオッケー。よし、何の音。うん、ちょっと屋根からするぞ。あの音ね、変な音する。変な音がしてる。ちょっと待って、変な音がしてんぞ。それで言うと、それで言うと大丈夫。え、ここはなんか鍵あるかな。なんか鍵ないんだ。あの音で言うとやばい感じだな。ちょっと待って、また罠がある。これ引っかかるよ絶対。やべえなこの罠。何の音だよ。ちょっと待って、一回こっちから。こっちは、こっち入れんのかな。うん、入ったんだっけここは。あ、ここ入ったんだっけさっき。あ、入ったんだよね。あー、またまた痛い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 。マジかよ。なんかもうあのレオン足がいくつあっても足んないって。こんなの一発で足もけるよ。歩けなくなっちゃうよ。皆さん、あの VR モードだからね、こう景色でそれが先に飛び込んでくるから、ノーマルバージョンよりもこの罠に引っかかりやすいですね。ちょっと嫌な音してっから。でもちょっと一回いいですか皆さん、一回湖見させてくださいよ。ゆっくり、すごい景色なんだよねこれ。おお、すごい、一面の湖、綺麗。もうここであの現実逃避して、こうゆっくり一日過ごしたいぐらい。本当にここ先行ったらなんか出ることないよね。ちょっと一回行ってみようかな。すごい景色。うわ、いいなあ。でも魚が死んでるぞいっぱい。あ、ここから行けないんだ。おー、いや、この景色素晴らしいな。湖ね、ここでゆっくりこう寝て行けるかって。ぼーっとこのまま寝てくるわ。さあ、くつろぎたいところだけど、まあちょっと行こう。ガシガシ音が怖いんだよね。ほら、こっちは行けないのかな。向こう渡れないかな。渡れないね。なんだろうこの音。
鍵ついてるね。確か。ここか。ここか。ちょっとやばいかもしれないから。まずこの鍵か。よし。オッケー。行こう。何の音？うわ、なんかちょっと魚にハエがたかってる。何の音？ハエがたかってる。うわ、えぐえぐ。ここも鍵もない。なんだ、またなんか爆弾の音するぞ。気をつけろレオン、気をつけてくれ。ほら、仕掛けがまたある。これ危ないんだよな、これ。よし、うわって言ってんな。やばいじゃん、うわって言ってんじゃん。ほら、うわって言っても、うわ、行きたくな、行きたくな。ほら、うわって言ってる。行きたくないよ。まだちょっと遠いのかな。ちょっと武器はもうちょっと欲しいな。まあ一応、なんであの声よ。マジで。ああ、もう行くしかないの分かってるけどさ、行きたくねえな。何の音だ。何の音だって、何の声だだよ。レオン、じゃあ油断しないで行くか。ちょっと待って。ショットガンもすぐ撃てるようにしときたい。ほら、何よ。何よその声。ほら、おお、何やってんだあいつ。なんだあいつ。どうしたどうしたどうした。これ近づいていいやつかな。どうしたどうした。やっぱ襲ってくんのか。襲ってくんのか。あー、危ない危ない危ない。ほら、危ないって。なんてこと。お前なんだよお前。弾がない弾がない弾がない。何を暴れてんだよお前。消えてなくなるって言いたいんだよ。素材だって、ちょっと待って、クラフトできるか試したい。クラフトはなんかできる、あ、できるね。あ、ショットガン弾。ちょっとなんだこう、ずいぶん暴れてたけど。大丈夫かレオン、気をつけろよ。気をつけろ。よし、入ります。よし、うわ、近っ。暗っ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 。やばいやばいぞやばいぞ。油断しないでいくぞ。うわばば、動いてる。なんかなんだよ、なんだ、なんか捕まってる感じだこれ。捕まってる感じ。助けた方がいいかな。大丈夫かお前。おおお、ゆっくり剥がせよ。いろいろと話がありそうだな。察しがいいね。じゃあセニョール、タバコあるか。もう余裕じゃんこいつ。いや、ガムなら。そうか、残念なら、これほどいてくれ。お前こんな状態で。くっそ、あいつだ。誰か来たぞ。誰だ。おい、なんだこいつ。やばいやばいやばい。ああ強いな。強いぞ。やばいぞこいつ。やばいやばいやばい。レオン逃げろ。やばいぞ。やばい、逃げろって。ああ。やられたろ。撃ち込まれた。お、
チャプターエンド。はい、じゃあネクストチャプター。はい、ネクストチャプターいきます。生体？目覚めは近い。なんか埋め込まれた。やばいじゃん。捕まったか？捕まったわ。なんだこれは。捕まったよな。よせ、やめろ。お、お前もか。アメリカ人。名前は？レオン。寡黙なタイプか。俺はルイス・セラ。ルイス・セラ。間違えたな。バケーションの行き先を。バケーション。やめろ。引っ張られるだろう。こっちは怪我人なんだ。協力しないと協力。読めたぜ、考えが。もう力ずくで。こういう状況は慣れっこか。俺の勘だと。お前は誰かを探してる。そいつは多分行方不明のセニョリータ。若い女性、知ってんのか。話せ、今すぐ。わかったよ。小耳に挟んだんだ。セニョリータを連れていくって。連れていく。どこへ。さあな。だが奴らは誰かを古い教会に連れてった。古い教会。オッケー。お前といると。お、逃げたじゃん。体が持たない。危ない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 。あ。あ、やべえ。よし、はい、なんとかしろ、なんとかしろ、はい、よし、よくやった、よくやった、よくやった。まだ終わってないぞ。あ、逃げる、あいつ。またな、アミーゴ。一人だけこいつ。お、鍵置いてった。お、いいやつ。割と、ルイス。くそ、装備を取られた。あ、装備取られたって。はい。はい、ということでね、皆さん、お。HQ、ターゲットの居場所をつかんだ。彼女は教会にいる可能性が高い。教会だね。さすが、朗報ね。それから妙な男に会った。名前はルイス・セラ。うさんくさいやつだった。やつのことを調べられるか。ええ、わかった。少し時間をちょうだい。とりあえずあなたは教会へ向かって。オッケー。まずはここから出ないとな。また連絡する。はい、ということでチャプター2ということになりましたよ。はい、教会へ向かうということで。はい、いやーね、VR モード、やっぱり濃いね。ノーマルモードではね、やっていっているんですけど、全然、もう体感全然違います。はい、なんとかチャプター1クリアということで、はい、次回からチャプター2ということをやっていきたいと思います。はい、ぜひね、グレイ、ティーブランサポーターチャンネル、ロックニキタケベイチャンネル、チャンネル登録お願いします。そして近々ね、また歌ってみたも上げていきます。グレイ、ティバラン、ヒムロキョウスケ、ボーイ、そして X、ビーズもね行こうと思ってるんで、はい、チャンネル登録お願いします。それじゃあグレイの皆さん、ティバランの皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ロックニキタケベイタケでした。バイバイ。